シュメットブレイド完全解放。やっぱり体が少し重い。隊員、近くに来てください。完全解放。ジェッタ、間に合ったんですね。狙い通り。キミドちゃん、やあ。助かったけど、この人たちは。いいタイミングでした。ありがとうございます。戦闘頑張ります。援護射撃は僕に任せて。怪物が君たちに触れないようにするから。特に君だよ、親愛なる友よ。え、ライルさんたち、そんな関係だったんですか。加勢する。アルティメットブレイド完全解放。今のが最後の一体だったかな。終わり終わり。コンローディ隊員、報告時に使う言葉は正確に。はい隊長、目視距離内に敵がいないことを確認しました。全ては隊長の指揮のおかげです。お疲れ。後半は余計です。紹介します。こちらは第二小隊に配属されたばかりの狙撃手コンローディ隊員。彼は知ってる。彼は第三小隊の救世主、セーフレイヤ学園唯一の男子生徒、天命の未来の星、そして僕のソウルメイト。知り合いだったんですか。さあ助けに来たよ。感動した。こいつがセーフレイヤ学園に転校するまで僕たちは天命予備学科の学生だったんだ。僕たち何でも話せる親友だったんだ。隊長、ティミドちゃん、こいつの知られざる秘密を知りたくない？はいはい、状況は大体わかりました、どうしたんですか？自己紹介をしてください。あ、はい、リフットです。早口すぎるよ。ティミドちゃんは相変わらず面白いな。心配いりません。特選隊員として彼らの実力も才能も本部に認められていますから。さて、自己紹介も済みましたし、そろそろ情報を交換して次の行動方針を決めましょう。なるほど、隊長はここを基地にして探索したいという考えなんだね。はい、未調査のエリアですから慎重に進めないといけません。ここを休息と整備のための拠点にしましょう。
新たな発見やその後の予定についてはみんなが確認できるよう戦術ボードに記録しておきます。うん、基地という割には何もないんだね。荷物運びでしたら任せてください。キミドちゃんは力持ちだからね。確か入隊テストの時1位だったっけ。コローディ隊員。え、どうしたの隊長、どうしてそんな目で僕を見るんだい。第二小隊の構成が気になるんですか。実は私たちも知り合ったばかりです。前にも話しましたが、私は代理隊長です。この二人は新入りというところでしょうか。コローディ隊員のことはあなたの方が詳しいと思います。彼は約3ヶ月前に、彼は学校を早期卒業して第二小隊に派遣され訓練を。さすがに君と同じとまではいかないが、僕にも少し崩壊エネルギーに適応性があるんだ。追いつかれないように気をつけろよ親友。その後の任務で彼は離れた場所から戦場を俯瞰し、戦術アドバイスと火力支援を担当します。ふんふん、セントフォンテーヌ大橋にいた時、ライルさんが事前に撤退ルートを考えていてくれたおかげでなんとか無事に逃げられました。そんなにストレートに褒められるとさすがの僕でも照れるよ。とにかく仕事をするときはちゃんとするよ。けど休憩時間になると遠慮します。次はクーと。はい。ところでブローニャ隊長、僕たちを呼ぶときはライルとティミドでいいよ。隊長に。私も隊長に名前で呼ばれた。あなたまで。世の中はすぐには直す。隊長かわいい。ティミドはあなたたちとは少し違います。彼女は独学で天命の対崩壊特殊部隊。いやいや違うんです。私がすごいわけじゃないんです。はい。その独占隊員にもプライバシーがありますから、見ての通り。とにかく了解。ライルのもの。次は第三小隊の報告、そして彼が提供した情報によると、ある組織、相手の目的は戦闘。でも一つ例外がある。いえ、確かに彼らにはベルトさんが必要。ベルトさんは彼らの計画にとって重。ブローニャ隊長。何でもありません。ライルの意見は正しいと思います。それにもう一つ気になる点があります。第三小隊が。はい。詳細。あの男の言葉。え、それってセントフォンテーヌ事件の裏に隠れた謎の勢力は一つだけじゃないということですか。天井、星。宇宙。その可能性は。今の最優先事項はなるべく早くセントフォンテーヌ中心部に戻り、他の増援部隊と合流することだと思い、少なくとも本部の指示に関しては、アテンマ城の中でも。だからこの周りの状況を。ええ、メイ隊長こそがあなたの指揮官ですが、事情が。ええ、ところでもう一つ、月の輪は作戦中、私たちが使う崩壊エネルギーは月のユニオンフィーバーシステム、略してそれを。つまりこれからの戦闘は一緒に頑張りましょう先輩。ええ、こういうことです。説明はここまで。よし、その言葉待ってたよ。ではセントフォンテ。